小ガチ鬼畜すぎ。いやマジほんとそれ。ふぶさん頑張って、この声聞こえてるかな。ふぶさんの不安、不屈の精神。ふぶさんの不安。ブー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 、ぶち当たる命。ふぶさんの気は気持ちでいく。ふぶさんの差は桜巫女がついてる。ふぶさんの運はいい子。さあ歌いましょう。ふぶさん聞こえてんのかな、この声。桜巫女がついてる。ついてるなら。ふぶさんの運は。化け物の声聞こえねー。化け物の音が聞こえない。さあ歌いましょう。バフなんですけど。みこさん聞こえてんのかな、この声。これ聞こえんのかな。みこさん聞こえますでしょうか、みこさん。あ、聞こえてますよ、ふぶさん。デバフです。デバフ。敵の足音が聞こえないです、みこさん。デバフです。あの、全裸のやつが。わかりました。静かにしてます。うわ、もう引きつけてくれよ、みこさん。ふぶちゃん、頑張ってね。場所がわかんないよ。頑張れ、ふぶさん。場所がわかんないよ。生きろ。絶対あっちにいるじゃん。死ぬんじゃないわよ。絶対あっちにいるって。マジで静かにしろ。ちょっとボンクレーの真似してみたんだけど、ダメかな。だって寂しいなもん。ドゥーズンツクチ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 気のせい？なんか始まったよ。で、化け物音が増えた。頑張ってっから。暇なかなって遊んじゃいけない。真面目にやってんだから。パソコンの、パスワード打ったところあるじゃないですか。そのパソコンを、向きながら、後ろっすね。ドキドキチャレンジだぜ。あ、もう渡ったら電気つけるよ。了解。はい。
ふむさんのところに実態戻ってみせる。え？クランシーマーで教えてくださいね。ルールを抜けたら教えてください。了解。ボボさん死にました。ああゆったいず終わっちゃった。おつほぶみこさんでした。